麻雀最強戦チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日司会を務めさせていただきます小林美沙です。さあ、日本で一番麻雀が強い女子高生を決める麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏がやってまいりました。2016年のクリスマスイブに第1回大会を行いまして、2017年の夏冬を経まして、今回が第4回目の開催ということになります。未来のモンスター雀士となる可能性を秘めた卵たちの熱い闘牌に皆さんどうぞ最後までご注目ください。さあ、それでは早速お招きいたしましょう。高校女子オープン大会の解説といえばこの方でございます。 RMU の大井貴晴プロ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、第4回やってまいりましたけれども、はい、ご気分のほどはいかがですか？そうですね、もうね、この年に2回の、はい、この日が楽しみで楽しみで、私もです。もうね、僕がすっかり忘れちゃった、うん、あの麻雀が楽しかったなっていう、あの頃を、あの夏を思い出す。はい、はい、今光がキラキラキラって、いやもうね、もうすっかり汚れてしまいました。あれ、やっぱ半年も経つと溜まっちゃいます、結構。あ、もう、ね、汚れが溜まってるんです。もうね、汚い大人たちの、はい、この世界にどっぷり使ってしまいました。今日本当に心を洗いたいと思います。はい、そうですね、はい、なんとですね、大井プロ、今回は出場者の皆さんが全員初登場ということなんです。またフレッシュ。そうなんですよ。いや、またじゃあ新たにね、うん、この麻雀への好きな気持ち、はい、例えば負けてても、うん、振り込んじゃっても楽しいっていう時あったでしょ。あったでしょ。ありました、ありました。はい、もう今ないもんね。ない、うん、もう負けたらつまんない、ね、うん、それをまたそんな気持ちをね、うん、また新たに取り入れて、はい、もう明日の仕事につなぎたいと思うんで。そうですね、はいはい、ご覧の皆さんにとってもきっとこうね、見終わる頃には気分がスッとする、そう、美しい気持ちになる、そう、はい、そんな青春模様を皆さんに見ていただきたいと思います。大井プロ、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではここで本日の大会のシステムについてご説明いたします。本日は全国から6名の女子高生雀士に集まっていただきました。まずは抽選で選ばれた4人の選手が予選 A 択を戦います。半チャン1回戦を行って、そこから上位2名が決勝に進出です。決勝に進出できなかった3着4着のお二人は、1回戦抜け番のお二人を加えて予選 B 択を戦っていただきます。こちらの予選 B 択でも半チャン1回戦を行いまして、そこから上位2名が決勝に進出します。決勝は半チャン1回戦トップを取った選手が優勝となります。続いて麻雀のルールご説明いたしましょう。トンナン戦です。親の連チャンはございません。8局麻雀となっています。赤牌は入っていません。クイタン後付けはありです。不計算は採用しておりません。半数のみを数えていきます。いい半なら1000点、両半2000点、以下3半なら4000点、4半なら8000点という計算になっていきます。途中流局は一切ございません。勘をすると、通常でしたら、歩が上がるという計算になりますけれども、今回の麻雀では勘をするといい半増えるという形式で計算していきます。その他については麻雀最強戦ルールに準拠してまいります。さあ、まだ、麻雀を覚えて間もない選手もいるということで、このようなルールになってるんですが、大井プロ、このルールが結構毎年好評ですね。そうですね、我々プロの試合でも、はい、今まではその麻雀の上級者しかあまりこう数年前まで見ていただく機会がなかったんですけど、うん、最近はですね、もう本当にたくさんの人から見ていただくようになって、はい、また麻雀を知らないっていう人までですね、うん、なんかこう見ていただく機会が増えてきたので、本当このルールはすごいいいと思ってて、はい、僕プロの試合でもね、取り入れていきたいと思ってるんですよ、うんうん、だからもうあと数年後にはもしかしたらこういうこのルールでのタイトル戦ができてるかもしれないぐらい、プロの間でも結構評判がいいんですよね。そうなんですね、はい、よりこう分かりやすく、はい、打ってる方もね、逆転とかも計算しやすいですよね。そうですね、しやすいです、はい、うん、はい、シンプルなルールとなってますので、今日はご覧の皆さんも初心者の方もいらっしゃるかもしれません、簡単なルールで楽しんでいただければと思います。それではここで本日の商品ご紹介いたします。本日の優勝者には、主催の竹書房近代麻雀編集部より人気漫画ボノボノのぬいぐるみが贈られます。またご協賛いただいております太陽技研株式会社様より全自動麻雀卓アモス JP がプレゼントされます。いや、これ嬉しいですよね。これいいよね。もう僕たちの時代、はい、もうほんと数十年前の話ですけど、はい、
僕たちの時代この自動全自動麻雀卓がもう家庭用で家で楽しめるなんて考えられなかったんで、はい、もうすごい商品ですよね。はい、これをぜひ皆さんゲットしてたくさんたくさん麻雀打っていただきたいと思います。さらにですね、大井プロ、はい、今年から新たな副賞が、今回からね、はい、新たな副賞が加わりました、ご協力いただいております学生麻雀連盟様より2019年の2月3日日曜日、国立オリンピック記念青少年総合センターで行われます文部科学省講演全日本健康麻雀選手権への出場権が贈られます。もうなんかすごい言葉がいろいろ出てきました。文部科学省って聞いただけでちょっと気をつけしちゃうよね。文部科学省講演、文部科学省全日本健康麻雀、何その大会すごいね。これですね、はい、一昨年から始まった大会らしいんですけれども、まあ全国からさまざまな予選を勝ち抜いた方集まりまして、100人くらいですかね、確か前回大会は。それで日本一決めると。そうです。じゃあ何、今日じゃあここで勝った子に、はい、ここで活躍してほしいね。そうですね、なんかね、はい、女子高生がそのまま日本一まで駆け上がるかも。すごいね、楽しみですよね、うん、はい、こちらも優勝者に贈られますので、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。さあ、それでは大井プロ楽しみですね、はい、出場者の皆さんご紹介してまいりたいと思います、はい、皆さん初出場の選手となります。それではですね、エントリー順にお呼びさせていただきます。まずは、あ、ごめんなさい、失礼しました。ここでですね、もうお一方、大変失礼いたしました、スペシャルゲストを先にご紹介させていただきます。スペシャルなんで撮っとこうかと思っちゃいました。確かにそうなんですよ、ここでご紹介でしたね、大変申し訳ございませんでした、スペシャルゲストです。過去3回この大会に出場されまして、第2回大会で見事優勝されました、廣岡里奈さんお迎えしております。いらっしゃいませ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ご紹介が遅れまして大変失礼いたしました。さあ、廣岡さん、前回大会3回で、戦った様子、皆さんも覚えてらっしゃると思います。そうですね、やっぱ雀荘行くと見てましたって方がいて嬉しいです。あ、本当ですか。はい、はい、廣岡さんは前、第1回、第2回、第3回と出場されまして、はい、第2回で、見事優勝されたと、はい、経歴を持ちで全自動卓を2卓持ってらっしゃるという猛者でございます。はい、今回はこちら側ゲスト側に来ていただいたということで、まあ、高校を卒業されたと、はい、できました。できました、できました、はい、よかった、それだけが心配でした。よかった、はい、もう麻雀ばっかりやって卒業できなかったらどうしようかとも本当に心配してました。私も自分が心配でした。あららら、ら学業の方もしっかりとやっていただいて、この春、高校を卒業されて、はい、麻雀プロを目指すっていうお話でしたけれども、はい、はい、そちらの方は進んでますか。勉強してます。おお、勉強中、勉強中なんですけどね、ちょっと頭が悪すぎて、ね、そうなの。そうなんですよ。良さそうに見えますか。うん、見えてた。すいません、悪いんです。だけでなかなか手こずっております。プロ試験って結構大変なんですよね。ね、なんかもう、はい、このなんだろう、受け入れ枚数とか何切るとか、うん、もう最近のなんか団体によってはなんですけど、うん、なんか一般常識の問題とかも出てきて、もうクイズみたいな。そうですね。結構大変なんですよね。うん、僕今受けたら落ちちゃいますよ、きっと。はい、よかった。今じゃなくてよかった。よかった、はい、はい、今日はですね、また、高校生雀士の皆さんの対局を、今日は廣岡さんにも解説席に入っていただいて、はい、見ていただきたいと思いますけども、どんなところに注目していきましょうか。なんかやっぱり経歴に差があったので、うんうん、どのくらいみんな打てるのかな、楽しんでるかなってところを見たいなと思っております。どのくらいみんなが楽しんでるのか、はい、それが一番ですよね。そう、やっぱり私もすごい楽しかったので。 ありがとうございます。廣岡さんもやっぱりこの大会に出られて、はい、まあ、反響があるのももちろんですし、麻雀友達も増えた。はい、できました。今私の家で麻雀女子会というものをたまに開いてやってます。そういうのいいね。僕友達がいなくてさいないんだ。はい、そうですか。おいプロの寂しいお話聞きましたけども、うん、羨ましい。まあ、なおさらね、こう若い女性の学生の皆さん、麻雀友達見つける機会もあんまりないかもしれないので、今日はね、そんなところもお土産として持って帰ってもらえればと思います。廣岡さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではまた後ほど解説席でお会いいたしましょう。はい、それでは、ここから出場者の皆さんをご紹介させていただきます。
エントリー順にお呼びいたします。まずはエントリーナンバー1番です。東京都からお越しの島村奈々さんです。よろしくお願いします。島村さん、こんにちは。こんにちは、お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。エントリーナンバー1番、はい、最先いい数字で、はい、勝ったな。もう勝っちゃった。1番引いたら勝ったね。優勝ですね。それだけ前からこの大会に注目していただいてたってことなんでしょうか。はい、あの中学生の時から。お、はい、あのお母さんがこの高校生になったら麻雀の大会が女子だけであるよっていうことで教えてもらって、で高校生になったら出てみろと。はい、高校生になったら出てみようということで来ていただきました。もちろん高校1年生で。はい、1年生です。いらっしゃいますね。1年生、はい、楽しいだろうな。おいさんも楽しかったよ。楽しかった。高校1年生の夏、楽しかった。高校1年生の夏、麻雀で楽しい思い出を作ってもらおうという今日なんですけども、はい、麻雀はちなみにどれくらいやってらっしゃいますか。今で2年2ヶ月ぐらいだと思います。結構やってますね。ちょっと待って2年2ヶ月なかなかだね。はい、ちなみにどういうところで麻雀を打っていらっしゃるんでしょうか。大井町にあります、はい、あのニューロン子供麻雀教室というところで打っています。子供麻雀教室、今話題の。話題今すごいのですね、うん、はい、麻雀界の藤井聡太を目指す皆さん通うという。そう、親御さんがね、もう麻雀をやらせようと。そうすると頭も良くなるから。うん、そういう人最近ほんと増えた。ちなみに島村さんも、お母様が行きなさいって感じだったんですか。まあこういうとこあるから行ってみればみたいな感じで。そうですね。ご家族公認で習い事として、どれくらいの頻度でやってらっしゃいますか。はい、日曜、第1、第3日曜日にだったかな。で最近日が変わったんですよ。そうなんですね。月に2回くらい、はい、はい。どうです、いろんな年代の方、年上の子も年下の子も。そうですね、いっぱいいるって感じですか。はい、その中でどうです、成績の方は。すごい悪いです。この前大会があったんですけど、はい、そのニューロンの方で、はい、参加者40人中30位というひどい成績を残してしまったので。やっちまったなと。そうですか。思いました。なるほど。自分の麻雀っていうのはどういう打ち方をしますか。好きな役とかありますか。スワンコが好きです。いいね。そう、一回決まれば結構勝ちですよね。一、うん、回決まれば勝ちだね。はい、いや楽しみです。今日はなんと、高校生女子の皆さんと対局ということになりますね。はい、はい、勝てそうですか。大会であのあんまりプラスを稼ぐことができなくてちょっと不安なんですけど、うん、今回はちょっとリベンジというか、うん、頑張りたいと思います。そうですね。じゃあ今日はどなたが見てくださってますか。両親は2人とも仕事で、はい、あ、そうなんですか。はい、見れないんですけど、友達が見てくれてるかなみたいな感じです。教室のお友達も見てくれてるかな。はい、いや、教室でなんかこの大会出るって言ってないんですよね。あ、言ってこなかった。そこ一番言わなきゃいけないね。はい、言ってこなかったんですよ。じゃあ麻雀卓持って帰って、はい、そこで言いましょうか。うん、そうです。はい、じゃあですね、今日の意気込みのほどを最後にカメラに向かって頂戴したいと思いますので、はい、お願いします。今日は、自分らしい麻雀を打てるように一生懸命頑張りたいと思います。優勝します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。頑張ってください。さあ、では続きまして2番目にエントリーいただいた方、お呼びいたします。千葉県からお越しの宮本ひなのさんです。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。お願いします。宮本さん、おいプロ、なんかニコルンみたい。かわいいね、かわいいね、本当にね。はい、言われません。言われます。あ、言われる。家族とか友達とかにも言われます。もうザ女子高生が来たね。とうとうこのノリ。そう、今まで第4回なんですけど、そんなに結構ね、この感じのザ女子高生はあんまいなかったんで。楽しんでます。楽しんでるね。はい、楽しんでるね。
ちなみにいろんな、ね、何をしてますか普段麻雀と部活とか。部活は入ってないんですけど、はい、中学校の時に剣道部に入ってたりとか。剣道部。剣道やってました。あとはなんかバイトとかは長続きするんですけど、なんか趣味とかでギターとかやっても長続きがしなかったりとか。秋っぽい。そうです。すぐ飽きちゃいます。すぐ飽きちゃう。マージャンすぐ飽きちゃう。あ、でもマージャンはなんかすごい続いてて、最初も飽きると思ってたんですけど、はい、自分もすごい続いてるなって思って。あ、そうなんですね、はい、で今回この大会を知って親戚に教えてもらって。ありがとうございます。ちなみに3年生で、プロ雀士にも興味あり。はい。なりたいと思いますか。なれるもんなら。おまだまだですけど、ね、おいプロデュース、こういうキャラクターあんまり ねいないじゃないですか。いない。麻雀歴はどれぐらいです。2,3 ヶ月。おお、2,3 ヶ月。今一番楽しいんだよ ね一番楽しい。役は全部覚えた。いや、覚えてなくて、昨日の夜そんな寝ないで覚えてたんです。なんか頑張って見てたんですけど、うん、はい、やっぱすぐ忘れちゃうんですよ。忘れちゃうね。お勉強もあんまり苦手なので。え、さっきもちょっとギリギリまで見た。ザ女子高生来た。もうそのものが来た。はい、まあじゃあこれからね、いっぱい打って、はい、どん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 覚えていってもらいたいと思いますけど、まずはこの大会をね、ステップとして、はい、はい、勝ちたい。勝ちたいですね、優勝できるなら。いや、なんかこうニコニコしてるんです。結構気合を感じるんですよ。そうね、感じるね。負けず嫌い。あ、めっちゃ負けず嫌い。感じするわ。はい、うん、向いてるよ。じゃあ麻雀向いてる。そうかもしれませんね。そう、はい、今日はどなたか見てくださってますかね。あ、多分友達とかには言ってないので、はい、家族と親戚が見てくれる、はい、あ、分かりました。じゃあその見てくださってる皆さんに最後一言意気込みをお願いします。はい、優勝ももちろん目指してるんですけど、やっぱいい体験をできたらいいなと思っております。頑張ります。宮本さん、ありがとうございます。頑張ってください。さあ、では続いてお呼びいたします。秋田県からお越しの佐藤恵美奈さんです。こんにちは、よろしくお願いします。おー、おしゃれですね。全然素敵じゃないです。今日のファッションのポイントは何かありますか。ちょっと自分の学校の先生が作った指輪に合わせて合うような、はい、あ、指輪ちょっと見せていただけますか、はい、うわー素敵、はい、映りますかね。うわ、かっこいい。学校の先生がこれを作りになった。はい、先生が作って、はい、で美術系の学校なんですね、はい、佐藤さんもじゃあ普段そういうことをやってらっしゃるんですか、学校で。はい、普段は金属叩いたり、金属叩いたり、はい、金属叩く、溶かしたりして、指輪作ったり、オブジェ作ったり。なるほど。いろいろ、はい、絵を描くとかではなく、はい、金属を描いて、金属も、はい、すごいね。そんな佐藤さんが今日は麻雀牌を持って戦うということになりますけど、ね、共通点あるの。なんかあ、じゃあ麻雀もアーティスト的な、なんかこう。いや、全然そんな芸術的な手を作ったりするの、ね。じゃあ頑張ります。それを目指して。ちょっと無茶振りしちゃった、ね、ごめんね。大丈夫だよ、普段通り。麻雀どういうとこが楽しいですか。麻雀はでも考えて打つのが一番楽しいので、やっぱり、まあ、考えて、考えれることは考えて。なるほど。オイプロも対局中はやっぱ結構こう入り込んでいるんですよね。僕はね、余計なことばっかり考えちゃって。ダメだ、本当にね。そんなとこは考えなくていいっていうところまで考えちゃうから、もうコメントがもう荒れる荒れる。早く切れよっつって。遅いんだ僕打つと。そうか。じゃあひょっとしたらこうね、金属叩いてる時みたいにグッと集中できる人が、ね、そうなんだ。そういう芸術肌の人ってね、麻雀強い人多いの。うん、トッププロでもね多いの。まあ3年生ということで高校最後の夏ですけれども、はいはい、まあ、その貴重な一日をね、この大会に来ていただいたということで。そうなんですよ、ありがとうございます。本当に頑張っていただきたいと思います。はい、今日はどなたか見ていらっしゃいますか。今日は今まで練習に付き合ってくれた人たちが見てくれているので、はい、じゃあその皆さんに一言お願いします。はい、今までの練習を、今までの練習通り頑張れるように、優勝を目指して振らないように頑張ります。振らないように。わかりました。佐藤さん、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。さ
さあそれでは続きまして4番目のエントリーの方お呼びいたします。神奈川県からお越しの長澤来香さんです。長澤さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあちなみにですね、長澤さん、今日長澤さんという方がお二人いらっしゃるので、ライカさんとお呼びさせていただきます。ライカ、ライカさん、ライカさんってお名前はちょっと珍しい響きですけれども、おじいちゃんがつけてくれました。おお、そうなんですか。あれですか、カメラのレンズ、カメラのライカから名付けられました。そうだよね、もうそれぐらいだもんね、ライカ。そうですよね、思い浮かぶ。ちなみに漢字は、漢字は頼られる花で、頼られる花、いいね、頼りになる花、頼られる素敵、頼られる花と書いてライカさん、はいはい。今日はこの大会に参加していただいたきっかけはどういうところですか。家族でよく打っていて、父親が参加してみないかということで、自信なかったんですけど、はい、父親推薦で、父親推薦で、お父様の推薦で、自信ないです。自信ない。どの、勝ったことあるよ、どのくらい、トップ何回か。いや、はい、結構打ってるんで何回か取ったこと。普段はじゃあご家族で打ってらっしゃる感じですか。はい、なるほど。いいね、もう家族で打ったことない。いいな、もうな、羨ましくて。お友達もいないし、お友達もいないし、家族、だって家族、僕はマージャンやってことあんま知らないんで。え、本当に。そうなんですか。いいな、いいな、いいですね。こう周りのみんなに囲まれてね、うん、楽しくいつもじゃあマージャン打ってらっしゃるってことですね。ちなみにライコさん、今日あの、いただいて、事前にこうお写真いただいてたんですけど、なんか野球のユニフォーム着て、はい、野球観戦が大好きです。あ、そうなの。はい、どっかのチームが好きとか。はい、千葉ロッテマリーンズ。あ、そうなんだ。そうなんですね。ご自身ではスポーツは何かされますか。バドミントンを部活で中高やってました。あ、そうなんです。すごいこう健康的な雰囲気がね、するね、しますよね。輝きが違うもんね、うん、もう若い、ザ若いって感じだもんね、はい、うん、ラケットを麻雀牌に持ち帰るとどんな麻雀になるんでしょうね。非常に楽しみですけれども自信はないとおっしゃってましたけど。いや、自信ないですまあでもね、今日は、皆さんもね、麻雀歴1年とか、もうさっきね2ヶ月とか、2ヶ月の人もいれば2年とかいう人もいたんで ね、うん、そうね、いろんな方がいらっしゃるので、楽しんだもん勝ちみたいなところありますかね。子供で作って、はいはいじゃあ今日はどなたか見てくださってますか。家族が見てくれてます。わかりました。じゃあその家族の皆さんに一言お願いします。できるだけ、できる限りの力で頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。長澤来香さんでした。よろしくお願いいたします。頑張ってください。では続いてお呼びいたします。エントリーナンバー5番です。埼玉県からお越しの長澤聖羅さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、おいプロ、はい、そして最強戦ファンの皆さん、長澤さんとお聞きして、このお顔、うん、見覚えありますよね。見たことあるね、うん、見たことある、うん、教えてください。長澤まりなの妹です。出たはい、マージャン最強戦、はい、妹です。アシスタントの長澤まりなさん、マリチューの、はい、実の妹さんでございます、はい、いやー、マリチューさんとマージャンいつも打つんですか。あ、たまにっていうか、昨日初めて打ちました。昨日打ちました。教わったってこと。昨日教わりました。セイラさんの麻雀歴っていうのはどれくらいになるんですか。いや、2、3週間です、ま、この大会のために始めたまで。そうです。あ、そうですか。どうしちゃったの。ノリで出ちゃったの。そうですね、お姉ちゃんに出てみてあの人そういうとこあるよね。あの人そういうとこある。お姉ちゃんの勧めで今日は一年発起参加していただきました。どうです、ドキドキします。めっちゃ緊張します。するよね。だって、ね、だって僕初めて2週間のものをなんかこういう放送でやるなんて無理だもん。恥ずかしいもん、ね、ドキドキしますよね。大丈夫。頑張ります。本当、はい、だからもうお姉ちゃんとね、はい、お仕事一緒にさせていただいて、はい、そう、 うちの妹は頭がいいから、うん、なんかそういうこういうゲームみたいな、そのセンスがいいと、すごい吸収、早く吸収してあのすぐ強くなると思いますみたいなことをお姉ちゃんは言ってたんだよね、うん、お姉ちゃんより勉強はできたの。あ、まあ、お姉ちゃんよりはお姉ちゃんよりはなるほど、はい、とはいえ麻雀歴は2週間ということで、はい、ね、頑張らなきゃですね今日は。頑張ります。役は全部覚えられましたか。いや、全部は覚えられてないんですけど、うん、簡単なのは
ちょっとずつ覚えて、うん、ちょっとずつ、はい、まあ、あとは揃えてリーチといきましょうかね。そうだね。はい、いや、麻雀歴は2週間ってことですけど、その他には何か普段やってらっしゃることはあるんですか？部活とか習い事とか好きなこと。普段全然何も してなくて、うん、はい、じゃあこれから麻雀になるかもしれません、ね、そうですね、はい。これきっかけでお友達増やして、うん、お姉ちゃんともたくさん打って、はい、はい、やりたいです。はい、じゃあそれをこのね、これからの麻雀ライフのきっかけに今日一日をしてもらえればと思います。はい、今日お姉ちゃん見てくれてますか？はい、見てくれてると思います。わかりました。じゃあカメラに向かって一言お願いいたします。はい、勝てるように頑張ります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。長澤聖羅さんでした。では最後に6人目の方お呼びいたします。宮城県からお越しの弓田かりんさんです。弓田さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ、最後のエントリーとなりました。どういったきっかけでこの大会に参加してみようと思われましたか？私は本郷奏太さんがすごい好きなんですけど、はい、本郷奏太さんの麻雀を打つのを見てて、たまたま買った近代麻雀に DVD が入ってて、はい、その中に高校女子オープンも入ってて、そこで知りました。かなたさんきっかけですって。おいプロ、おいさん友達だよ、ね、うん、よく遊ぶよ。なんだこの会話。話題のうちにも遊びに行ったことがね、そう、あるということで。結構仲良しなんで、なんかじゃあ後で裏話聞かせてください。はい、弓田さん、ご自身の麻雀経験っていうのはどれくらいになりますか？麻雀と歴はちゃんとしたのはないんですけど、初めて触れたのがネット麻雀で中学2年生の頃に初めてやりました。そうなんですね。ちなみに今高校3年生ということで、はい、じゃあ結構長いってこと？結構長いな。ネット麻雀歴は5年。やばいじゃん。でも実際の麻雀はやったことないんですよ、一度も。触ったことがない？触ったことのない。ああ、麻雀牌初めて。今日初めて触るの？新しいタイプだ。でもネット麻雀はずっとやってきたんでしょ？ちょっとずつ面白いね。ネット麻雀純粋培養、今日初めて麻雀牌を触る。めっちゃ重かった、どうする？想像とすげえ重かった。ずっしり。疲れちゃって。ちょっと触ってみました？はい、触りました。できそうですか？難しいですけど、うん、頑張ります。そうだよね。そうだ、初めて触るんじゃね。ねえ、面白い。いや、そういう時代なんだね、もうね。ねえ、ドキドキします。私の方がドキドキしてきました。本当にドキドキしてきたよ。はい、どうでしょう、勝てそうですかね、今日は。頑張ります。今日誰か見てくれてますか？今日はお姉ちゃんが見てくれてます。お姉ちゃんが、はい、お姉ちゃんは麻雀されるんですか？麻雀はしないです。しないんかい。そうか。しないの、はい、じゃあきっと麻雀わかんないけど頑張れって言ってくれてるんですね。はい、じゃあそのお姉ちゃんに一言意気込みを伝えてください。はい、リアルの卓で打つのは初めてですけど、今日は勝てるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。はい、出場者の皆さんありがとうございました。そしてですね、抽選の結果、予選 A 択は弓田さん、佐藤さん、宮本さん、そして長澤来香さんの4名で行うことになりました。 B 択からの出場は長澤聖羅さん、島村さんとなっています。それでは対局の準備をいたしますので、皆さんそのままお楽しみに、今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏、これより予選 A 択の模様をお届けしてまいります。大井高春プロ、そして広岡里奈さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、皆さんの表情を先ほどご覧いただきました、はい、まずは1回戦、弓田さん、佐藤さん、宮本さん、そして長澤来香さんの戦いになります。ここから上位2人が決勝行きますけど、広岡さんどうですかね、皆さんの今気持ちは。多分ガチガチに緊張してるかと。そうですよね。でもなんかね、みんなより喋れてるんで、ええ、どうなんだろうって、パッと見ではそんな緊張してないのかなと思ったんですけど、うんうん、はい、やっぱりね、放送対局って緊張するじゃないですか。そうですよね、普通の人はね。そう大井さん緊張しますもんね。大井さんダメなんです。で、今日本当にね、謝りたい。もう本当に今日はね、今までと違って真面目に、うん、
先生をイメージした解説をしようと思って、まあ、先生にもいろいろいるだろうけど途中からどうせふざけちゃうんだけど、はい、最初はできる限り真面目に解説してもうねこの女の子たちが少しでも輝けるようにもうおじさんもコメントも優しくしてねお願いします。お願いしますおじさん頑張っちゃう、うん、はい、いや楽しみです、予選 A 卓の模様をこの後お届けします。選手の皆さんは皆揃っていらっしゃるようでございますか。あ、まだちょっと準備中ということで、うん、今日は大井プロ、おなじみの大井プロとそしてこの大会の王子王子、そっかもうそうなんですね、先輩の広岡さんを迎えしてます。いや広岡さん正直こう3回参加してみて一番思い出に残ってるシーンっていうのはなんですか。あ、でもやっぱ一番は2回目かな。やっぱり優勝した時、うんうん、そうだよね。そう、あ、でも予選入って結構精神的にはきつかったです、うん、やっぱりね悔しいじゃないですか、負けると。そうですよね、やっぱそうなの。悔しいです。そうだよね、うんうん、あ、今も若干悔しいんで。あ、そうなんですか。去年は負けて前回そう勝てなかったことが。そっか、そうなんです。やっぱ負けず嫌い、勝つ人はでも負けず嫌いなんですね、やっぱね、うん、それはあるね、それはある、うんうんうん、さあ、じゃあですね、準備ができたということなので、さあ、では皆さんも楽しみにしてらっしゃることと思います。それでは始めてまいりましょうか。麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏予選 A 卓統廃の開始となります。さあ、画面切り替わっておりますでしょうか。お、スタートします。お待たせいたしました、1回戦スタートです。座り順はすでに決まっております。ちーちゃにゆみたかりんさん、なんちゃに佐藤恵美奈さん、シャーちゃに長沢、シャーちゃに宮本ひなのさん、そしてペーちゃに長沢ライカさんとなっています。パイが重いよね大きいんだよパイが、やっぱりさ、わ、うん、かるわかる、この気持ちわかる。トン一曲ドラローワンでスタートしましたゆみたさんの親番からです。さあ、こちら親番の手配、うん、メンツはありません。ちょっとソーズが多めではありますが、そうね、どんな形になるでしょう。そしてなんちゃの佐藤さんです。シャーチャー宮本さん、メンツが1つ、チュンが統一、ドラが2枚です。おお、結構いいじゃん。いいですね、うん。そしてペーチャの長澤さん、形が悪くない、まあまあですね。みんなあれ早いね、打つの意外と、うん、はいはい、早くも2巡目に入りました、うん、いいよ、ドラがローワン。だからピンフがね、このルールはピンフ強いんだよね。そうなんですよね、リーチピンフ、いつもドライチが満貫なんで、はい、そうピンフをね、変な不計算しないっていうところがいいんで。ちょっと待った、今何触ろうとしてるちょっと待って、うん、いい、9万はどうですか、いい、大丈夫ですか。全、まあ、大丈夫、大丈夫、白でもいいけど9万でもまあ一応ね、まだフォローは効くね。長澤さん、いいシャンテンです。ユミタさん、ソーズが寄ってきました。長澤さん、いいシャンテン、カンロウソウとカンウピンか、うん、なるほど、はい、お、広岡さん、どの手配が一番いいです、はい、お、スーソー入った。あ、でも私的に長澤さんかな、この手ですか。はい、やっぱり、あ、好き、これあ、好き私泣いちゃいます、これ。泣いちゃいますか。泣いちゃいます。あ、なんと、そうから、なるほど、連像を切っておくと、これ2、3、4の3色見てるね。あ、なるほど、うん、そう、三蔵と数層持ってきて、二刺しの三色で決めちゃおうかなって、うんうん、ライカ決めちゃおうかなって、見しちゃおうかなっ て、 言ってさ、うん、さあ、ユミタさん、親番で仕掛け入れましたペーポンです。お、ペーポンで本一か、本一ですね、うんうん、想像に染めちゃう。あ、なんかこの辺がね、あの反射神経がいいくて、あのやってるっぽい、ユミタさん、ユミタさんやってるっぽい、やってるっぽい、実践的だもん、あの想像に行くとは。これね、コメントでも、ね、分かると思う。2はね、分かるんだよ、親番で。これお高瀬からの仕掛けですね。そう、これやってるわ、うん、ネットマージャンで、うん、5年ほど打ってきて、やってる、ネットマージャンやってるって感じするわ、うんうん、反射神経がいいもん。ただ実際のパイを触るのは今日初めて。そうだから、パイに対してのそのなんだろうな、手さばきとかパイさばきみたいなものは若干そのなんかぎこちないかもしれないけど、はい、中身はしっかりしてる、うんうん、あ、ここでソースが出ました。マンズが良くなってじゃない。ペイをポンの後にリャンソーをポンです。いいシャンテンだ、はい、積極的に仕掛けます、うん、ユミタさん、やるね、やるね。
佐藤さんも形になってきました、うん、いいよ。おさあドラドラお帰りなさい。テンパイ、これでテンパイですね。リーチしちゃう闇天です。黙るとチュンでは上がれるね。はい、チュンドラドラなんで4000点そうです、うん、はい。ただローワンだと上がれないんでリーチしちゃいますか。多いプロだったら。いやただマンズが連続来てるからね。例えば7万とか引くと5万とか引くといいことが起きるんで、うん、どっちもあるかな。ひろかさんリーチします。これでこれか。あこれでわかるかな形。あっとスモギた来ちゃった。切るとじゃあチュンだけで上がれる。これはこれでありなんだよ ね、うん、これはこれであり。私今のウーマン切りするならリーチします。ウーマン切りするなら、うん、リーチ、うん、そう。どっちもありますね。チュン持ってもいいし、うん、お来た。なんか来たぞ。これはテンパイだな。お完リャンピンでどうするどうする。E ピンは1枚出ていて、リャンピンは出てません。リーチした。完リャンピンでリーチ、うん、いいね、積極的だね。場に1枚も出てないんでリャンピン、うん、ここはあんこの人いるんだけどね。あそしてここにも1枚。山にはゼロの完リャンピン。リーチ来たからもう行っちゃう。私もリーチ。私もします。したあなたリーチするな、私もしちゃうわよと。さあ2人リーチ、うん、チューンが2山ですか。そうですね。いやこれねローアンも1枚いるんだよ。ドラも1枚。残念ながらね、あの佐藤恵美奈さんの完リャンピンが順からなんで。そうですね。あ、テンパった。親もテンパったが、このリャンウソがですね結構薄いんですよ。場に2枚、手の中に1、2。でもポンしてるから。ポンしてるんだ。そう。あ、詰まった。詰まった。ちょっとリーチ一発詰もチュン1、2。え、もうこれハネマンからだよ。さあうららちゃん見る。決めたな。うららちゃん見る。宮本ひなの。うららちゃんは。うららちゃんは。乗らず。乗らず。しかし、ハネマンのスタート、これは大きい。やるね。宮本ひなのさん、ここで3000、6000のつま上がりです。出たね、RIT。出ましたね。リーチ一発も出たね。RIT チュンドラドラ。はい。大きくリードしました。予選 A 択は、8局打ちまして、上位2名決勝進出。3着4着が2回戦に進むということになります、はい、さあ親番は佐藤恵美奈さんに移ります。先ほど先制リーチを積極的にかけていった佐藤さんです、うん、いや面白いね。面白いですね。いやわかるな、みんなのこのねパイを並べてるところを見るだけでね心が洗われるねもう本当に汚いものばっかり見てきたからさ今本当に麻雀プロみんな汚らしく見てきた。そう、うん、まあ、半年に一度心を洗っていただくというね、うん、そう、リエちゃんの大好きな滝沢さんだけは汚くないね。あ、よかった、よかった、よかったです。あいつはね、もう十何年の付き合いだけど、うん、あいつは汚いとか見たことない。そう、いつも綺麗なんです、うん、ずっと見てられる、うん、ずっと見てられるね。そう、それで思い出したんだけど、はい、今年の6人新しいね、初出場の6人、はい、また大井さん好きって子が一人もいないんだよ。いなかったですね。どういうことなんだよ。そうです、あのね、一人でいいから集めるなり書かせるなりしろっつうんだよ、スタッフも。一回もないんだよ。お母さんがファンなんですって、ね、お母さんがファンなんですっていうのはね、よく聞く、うん、よく聞く。今回プロの人好きって方は少ないですよね、うん、そうですね。すごい、あのね、でも3人、佐藤恵美奈さんがね、同じ秋田出身の伊藤優子って書いてあったよね。はい、伊藤優子さん好き、ね、あれは渋好み、うん、さあ手が進んできてる人がいるね。はい、由美田さんがイーシャンテンで、お、ライカさん、リャンゾー切り、ライカサイカさん、ドラドラなんじゃないこれ。チーピンがドラですね、うん、あ、リーチ来た。由美田さんのリーチです。ん、んリーチ、リーチ、ちょっと待って、ユミタさんはテンパイリーチしちゃった。はい、これ間違えちゃったかな。出ないようですね、これね、うんうんうん、間違えちゃった、うん、どんまい、これどんまい、こういうのあるからしょうがないね、うん、はい、このまま続行するんでしょうか。取り消しができるのかな、ちょっと確認してもらいましょう、うん、いいぞ。このまま積もって、うん、そのまま切る、はい、はい、の点リーチで続行してるようです。あの、羽マンを積もった宮本さん、宮本さんの手がこれですね。
いい手なのよ。これはね、ドラチーピンか。いっちゃおうか。いっちゃおうか、思い切ってどっか。スーソーかパーピンかパーソーか。何切る？ドラをつむぎり。いらない。ドラ。あ、わかった。キューピン振り点なんだ。ああ、はいはい。そういうことだ。なるほど、うん。そういうことだね。はい。座布団、お、座布団重なってますね。座布団、これいい手ですよ。楽しい、楽しい。楽しい手になってきた。冷たい。うん？染めた、染めたくなりませんか？リナちゃん染めたい。染めたい、私染めたい。リーチは来てるのに染めたいの？あ、染めない。リーチ来てる前提だよ。あ、はい。そうそうそう。あ、何この手？合ってる。お、いいですね、いいですね。合ってるよ。みんなちょっと、そうなんだよね。ああいう手って難しいんだけど、今の。宮本ひなのさんの手、そうですね、とブロック数がちょっと多いんですよね。2ヶ月でよくあれが選べるな、数層が。あれなかなか選べないんだよ、実は。いや、難しいと思いますよ、うん、最初はね、あれできないんだよね。どこか切り捨てないといけないんですよね。さあ、佐藤さんがダブトンポンです。やるじゃん、佐藤さん、やるじゃん。いい手だね。ライカさんは、ライカさんはここで白を打っていきました。はい、ユミタさんのリッチは残念ながら上がれません。さあ、佐藤さんどうだ。現在イーシャンテンダブトンポンしてます。よし、来た、大正解。リャンウーピン、リャンウーピン、リーチの現物待ち、現物待ちだよ。ほら、黙ってんだ、わかるか。リャンウーピン、これめっちゃいるんだけど。山に5枚です。めっちゃいる。ユミタさんのリーチ、そして宮本さんにテンパイが入ってます、うん、長澤さんがローソーポン、うん、ドラドラだからね、クイタンなりイツーなりいろいろ進めてみようかしらと。はい、リャンピン、あら、これは打っちゃうな、これ打っちゃう、人として打っちゃう。一旦入れました。止めたよ、やるじゃん。もう僕なんか2秒で打っちゃうよ。リャンピンは宮本さんの連敗でした。だって3ピン振り点だから、はい、佐藤、そうですよね、佐藤さん、そうですよ、うん、よう止まったね。あ、リーチだ、リーチ、思い直してリーチです。これリーチされるとあのリャンピンが、あ、ピンチ、ピンチ、おお、やるね、回避しました。ちょっと止めるね、止めるね。さあ、リーチを受けて1巡目、佐藤さんは急速プッシュ。あ、まだ4枚いるんだっけ、リャンピン。リャンピンは、はい、4枚です。4枚もいるのか。これでもウーピンは出ない。なるほど、よく止まったね。あ、これは打つね、これは打つ、さすがに、あ、これはしょうがない、これ100回やって100回打つよ、ね、これ打たないと逆にダメだ。転売になったところ、おっと、ちょっと待って、ちょっとね、あ、持ってきた、びっくりした、え、え、あ、びっくりした、ローンね、ローンね、ローン上がりですね。いいよ、いいんだよ、いいんだよ、ローンね、はい、大丈夫です。よいしょー、うん、ローンね、綺麗に開けられました、うん、はい、リーチ、タンヤを、裏ドラが、裏ドラがどうでしょうか。どうでしょう、乗らない、乗りません。2000点です。2000点ですね、はい、はい、2000点。さあ、ここで宮本さん連続の上がりです。はい、さあ、佐藤さんがね、ちょっとビハインドしてますけれども、うん、ここからどうなるでしょうか。トン3曲、宮本さんの親番に移ります。麻雀はね、性格出るからさ、はい、うん、なんかみんなでね、なんかこう、あの裏ドラのパイを持ってきてあげたり、はい、あのローンしたパイをね、あそこも戻したり、なんかもう本当に楽しそう。うん、この大会今までね、皆さん悔しくって涙を流したりしながらも、うん、みんな笑顔で帰ってくれる。そうなんだよ、みんな楽しかったって全員言うんで、はい、お、みんな、うん、いいぞ、いいぞ、いい手、うん、さあ、トン3曲、いい手、お、宮本さんの親番です。ちょっと待っとけ、今まず宮本さんが、はい、こちら親の手配ですね。揃えて揃えて、なんだあれ、国士無双か、なんだこれ、ドラ E マン、あ、なるほど、国士、いや、バラバラだな、7種、7種ですかね、うん、第1打9層、国士無双は見ない、待って、おー、第1枚持ってこなきゃ、そうそうそう、あ、オッケーです、ペン3ピン引いた、まあまあだね。で、次が長澤さん、うん、お、いいじゃん、長澤さんのってすごいいいよ、はい、2面ず、うん、2面もあります。あれ、もしかして長澤さんめっちゃ上手、
もしかしてライカさんですか。ちょっと待って、今ね、いや、あのね、揃え方と、はい、第一相撲の切り方、あのトンの切り方と、うん、すごい上手っぽいんで。ちなみにライカさんですね、うん、ピンフが一番作りやすいから好きという発言がありました。ほうほうほう、ピンフって結構難しくないですか。なるほど、この発言はちょっと自信を感じさせるようなことがありますが、そうですね、あのね、トンナンという切り順も含めて、うん、あのパイさばきも含めてちょっと強そうだなこの子、うん、うん、そんな感じする。宮本さんは親番です。もうおじさん何百人って麻雀教えてきたんで、何千人って麻雀プロもいろいろ指導してきたんで、はい、研修とか含めて大体ね分かるんだよね、最初にね、センスあるなみたいな、うん、ここからいいピン、いいピンだよ、だってパーピンじゃなくて、うんうん、頭探してる手なんでセンスあるじゃん、だってパーピン、普通の人はパーピンだから入り口は、うんうん、でも重なった時にいいピン重なるより2ピンパーピン重なった方が偉いんで、この手は、いやーしゅね、私始めたばかりの頃でした、多分あのパーピンより1、うん、2の方がつながってるって思って、そうそうそう、残しがちです よ、ね、よくやった、うん、で恨めてた、みなちゃんよくやった、はい、今でもたまにやらかすんで、はあ、やらかすの、やらかしますもん。何が好きだろう、さあここは、お、これはどっちが好きだ、あのね、これ難しいんだよね、両ピンとかパーピンを切って、両ピン、両ピン切るのが一番偉いんだけど、あのね、ちょっと6、7、8を少し見てるかもしれないんだよね。ユミタさん、カンリャンピンチーです。実践的だね、カンリャンピンチー、ちゅ、んーと、ちゃん、ちゃん、だ、じゅんちゃんですかね。そうだね、ウーマウーマと落としていくんでしょうか。あのドラが E1 なんで、じゅんちゃんドラ1的な何かを求めてる感じする。初が嫌なんだ、んー、ユミタさんの仕掛けが気になるのか。そう、泣かしちゃっていいのかしらと。じゅんちゃんに向かいます。よかったね、3色あるいはじゅんちゃんに、はい、お父さんの手がまずまずよくって、ここもやっとくっついて、シーソーがくっついてね、ぼちぼちになってきましたね。ピンフを作るのが得意というライカさんです、うん、ピンフっぽくなってきたね、はい、単品、単品、あ、弓田さん、七八九の三色だよ、二手であんななっちゃったよ、本当ですね、なんかすごいね、仕掛けて手を作っていく、うん、いいシャンテーになってます、はい、トンは2枚切れですね、ただなんかチュンも今のうち怖いから今のうちみたいなとこあんのかもしれない、少しスリムに変わりましたね、字、はい、しか持ってこない、はい、さあどうだペンチーワン、ペンチーピンの一シャンテン、ここで数万を一旦入れますか、ほうほう、うん、ほうほう、思い直してつもぎ、はい、さあ佐藤さんも悪くない形になってきてます、うん、3ちょっと、チートイツのいいシャンテンの状態ですね、このタックは全員3年生、あ、そうですか、偶然にも、なるほどだよね、2年生と1年生が B タクなんで、そうみたいですね、3年生4人いて4人がぶつかったんだ、うんうんうん、お、長澤さん、ライカさん、ピンフなってきたね、なってきました、うん、弓田さんどうするんだろう、三蔵はいらないかな、うん、でももう E1 ドラだから 3万切っちゃいたいのかな、いろいろあるね、うん、シャンテン戻しをして、うん、なんか来たぞ、なんか来たぞ、これはいいシャンテンなんだけど、はい、E1 はドラなんだよね、うん、あの E1 切るとリャンペイコーなんだけど、だから難しいよこれ、E1 地味に難しいよ、リャンペイコーだしチートイツだし、だからいらないんだよやっぱり、うんうんうん、ほらこうするとチートイドラドラとリャンペイコーのいいシャンテンなんで、おー、うん、皆さん売ってあるね、結構いいね、高打点が狙える形にしましたね、今のなかなかできないよさあどうしましょうか、まだねマンズも入れて、あー、ウーマン3枚切れ、ウーマン3枚切れだ、へえ、サブロー9層は場に5枚出てます、うーん、何がいいんだろう、ねスーピンが一番おすすめ、あー切ったよ、うん、これが一番効率が良くて2万引いてもすぐリーチ打てるし、あとのことは後で考えられるんで一番いい選択してますね、はい、
さあ親の宮本さんはどうでしょうか。ちょっと苦しいんだよね。リアンシャンテンですね。苦しいね。3万あのマンズがね苦しいから、はい、うん、ペン3万さえ引ければという形ですが、はい、難しい、もう分かんない、難しいな、もうこれは答えないね。広岡さんどうしましょう、これどう、難しいな。ただちょっとサブローキュー不安ですか。あ、おこれ一番正しいかもしれないね。一番正しいですか。あのウーマン3枚出てて、うん、これ実はリャンマン持たれちゃってて、リャンマンほとんどないのよもう、うん、それが読めてんだったらすごいよ、うん、すごい、めちゃくちゃすごい今の位置だ、リャンマン悟空、あ、テンパった、テンパイ、あ、ちょっと待て、それを切っちゃうとテンパってないぞ。これ何の持ってんですね。ただドラを言わん打ちたくない気持ちはわかる。三蔵が3枚出てるんですよ。あ、本当だ。あ、順からだ。ここで天杯取らずという選択も。ちょっと待てよ。三蔵を切って、そう、うんうん、それ一番いいの。そうしておくとチートイツドラドラだったり、はい、あのメンツでもいいシャンテンなんで。うん、ええ、やるね。いいですね。三蔵4枚見えなんだ。川に4枚出た。これ難しい。これね、3万打ってサブロー層と6級1のイーシャンテンになったんだけど、三蔵がねサブロー層6枚見えてる。そうなんですよね、三蔵4枚にロー層が2枚。きたきた、チートイステンパイ、チートイドラドラテンパイ、これやばくない。パーピンは場に1枚、枚数が多い方を選びますか。うん、枚数だとそっち合ってる。そっちですね。やるね。ルピン短期の闇点。やるね。さあ宮本さんもこれでイーシャンテンに取れました。うん。これはまだ天敗ではない。天敗じゃないね。6球満が場に3枚。いやー難しい、分かんない。相撲切りがいいかな。パーワン。サブロー級層もさほど良くない。うわ、打てるね。ここまで全部手順一緒だよ。これ難しいですよ。僕彼女と全部手順一緒。大井プロと一緒。全く一緒。すごいね。ウーピンは佐藤さんの論敗。止めた？止まりました。なぜ止まる？ちょっと待ってくれ。なぜ止まったんだ。すごすぎるぞ。あ、天敗。そう、チーソー切れば天敗。すぐにテンパイは分かったようです。リーチするかどうかですね。他のパイが ないもん。わー、分かってる。迷わずリーチやるじゃん、4枚山。さあライカさんのリーチです。そしてテンパイが先に入っていたのはこちら、はい、佐藤さん、これでね、両ピンを通すことで、はい、ライカさんの川にパーピンがあるんで、ウーピンが中筋になった。これはひなのさん、ウーピン打つね。きっちり現物、きっちりしてらっしゃる、きっちりしてら、これはよく止まったな、うん、これプロでも打つぞウーピンよく止まったね。いや宮本さんリードしててこれですから安定感ありますね。いやすごい、あ、そっか、そもそも両ピンあれなんだ、現物なんだ、チーされてる範囲なんだ、半両ピン、うん、なるほど、うん、よく止まるね。じゃあこれ6球満の勝ちか、とウーピン、なぜスーピン現物、ウーピンを選んだ、はい、リーチの現物ということは6球満の勝ちかな。6球満リーチ、相当強いんで、6球満リーチは4 枚、4枚ですね、うん、これ相当強いんで、え、皆さんはチューはね、振り点、チューは振り点、2枚切れ振り点、よく降りれるね、大したもんだよ、うん、親番でウーワンじゃない。ツモ番があとライカさん2回か。はい、でエミナさんのウーピンが山にはないので誰かが打ってくれない。エミナさんイーシャンテン復活。これがリャンゾ怖いか。通ってる。筋。うん。さあどうなる？あれ、まだ4枚いるんだよ。よくベタ折りできんね。引けるか、引けた。積もってます。リーチ。リーツモ。リーチツモ？ドラドラはどうでしょう？ペロン、あ、うららうららちゃん、2000、4000、出た、うらちゃん、うららちゃん、さあここでライカさんが満貫ツモ上がりです。2000、4000、いや手順が良かったですね。やるね、上手。いやこれね、あのね、
リーチまで全部一緒なんだけど、積もっちゃったり裏ドラ乗しちゃうとか僕と違うパワフル。僕やったら留学して、はい、あーって顔して手順が多いプロで裏ドラも乗るんだったら最強じゃないですか。最強だ、最速最強の子が現れたよ、うん、現れました。めちゃくちゃ強い、うん、さあ次世代のスーパースターか、はい、長澤ライカ親番です、うん、ニコルンの守備がやばいっていうニコルンって呼んでるニコルンになっちゃった、うん、似てますよね。似てる、すごいね、可愛らしいですよね、うん、ニコルンって宮本さんのことですね、うん、ドラチーソーです。さあ広岡さん、ここまでご覧になってどうですか、はい、各社の入り方堂々としてますよね。なんかもううますぎて私言ったら負けんじゃない負けそう。大丈夫だよ、僕だって負けるから勝てない勝てない。大井さん負けるなら私もっと勝てない、ね、この子たちは強そうだ、うん、今のとこすごいもんな。皆さん一個下ってことですね、広岡さんの。はい、一個下。あ、そっか、そう、多分年齢的には同じ、うんうん、あんまり変わんないんだね、はい、同世代。お、難しいってきてんな。今回もクイズですか。これはこのクイズはなかなか、あっ、ちゃんたか本一だ、うんうん、似てるな。リャンゾーローソって言ってるもんな。そうですね、第一のリャンゾー、うん、佐藤さん形はまとまってます。佐藤さんいい手なんだけど、うん、そうだな、あとツモだな、うん、あ、ポンしてる。お、ポンをしたのは 親番のライカさんですね、はい、何をポンです。ちゃんた行ったね、ちゃんた行った、うん、おたかぜポンしてちゃんたに向かいます、はい、ユミタさんはチーソーがドラです。ちゃんたってね、うん、ちゃんたっていう役はね、なかなかね、そう、なかなか最近のマージャンではね、みんなプロが狙わなくなってきた役だよね。あ、そうなんだ、うん、あ、でも、うん、あんま見ない。安いんだもんあ、でも正解だよ、見て、うわ、すごい、これやばくない。やばい、チューンもポンできますね。あそこで E1 切っちゃってる人結構いるけど、うん、このやばくない、やばい無理してる、無理してるみなちゃん、すみません、突然のもうね、無理がすごい、うん、無理が、すいません、うん、はしゃいじゃいました、うん、はしゃいじゃってるもううちら PTA だから、うん、年齢的には、はい、年齢的に PTA、 わきまえます、うん、わきまえますって面白い、わきまえますって面白い、わー、うん、さて持ってきたのはソースに見えましたね。なんだった、嘘、あ、おお、あんこ。さてチーソーがドラなんです。そう、弓田さんね、上手に打ってんだけどね、うん、ちょっとパイが意地悪なんだよね、うん、これはね選びようがないんだよな、急走。なるほど、リャンズを切っておくと、うん、あんこの手にも対応できて、うん、うんうん、難しいんだよね、何切ってもロスがあるから。メンツができました。宮本さん、ドラのチーソーが欲しいですね。欲しいね、ドラの想像の感情をなんとかしたいんだよね、あそこは。どうだ、来ないね、来ないね、だ点差が結構ついちゃったんで、うん、8局マージャンって、はい、すごく、お、ポンだぞ、ポン、トイトイたい、トイトイ、はい、ユミタさんが急走をポンしました、うん、トイトイってドラを使おうと、トイトイドラドラをね考えてんだよ、うん、ビハインドがありますからね。今ユミタさん今のところフール率 100% だから全部泣いてっから、やっぱりその泣きマージャン、うん、うん、いいんじゃない、なんか実践派っぽいよ、うん、トイトイダッシュな、トイトイダッシュ、うん、おー、来たチュンを引いて、うわー、テンパネはないんでね、ちゃんたチュンそうなんです、うん、親なんで、はい、3000点ですね、うん、このチュンは感謝か、感するといいわ、すごい、いや、対面から、いや、なんかね、すると思ったんだよ、対面からでよく声が出ましたね、うん、感して、はい、さあ、うん、チュンを大民感します、うん、いいよいいよ、大民感して聞き方ね、はい、でカンドラ乗せて、カンドラはめくってパソー、どうだ、これは何、6戦点になったってこと。そうですね、チュンカンチュンカンチャンタ6戦点です。ペンチーワンの頭良さそうだね、なんかね、なんかルールに対応でカンってなかなかね、ドラマのしちゃうから怖いんだけど、このルールでしたらもう間違いなくカンですよね。鉄だね、鉄でカンだね、うんうん、よくしっかりと声が出ました、うん、ペンチワンは佐藤さんも欲しい場合です。確かに、さあ行って済みましたよ、宮本さん。これ10万って3枚山じゃん、
しかも数万通ってるから、おうおうおう、これ誰が止まんだ中央。だって数万通っちゃってるよ、2人して。ですね。ああシンドラ、シンドラいらん、いいのいいの、もういやーこれはこれね、すごいかわしてるんだよライカさんが、うん、はい、だからね、ションパイ的なものはほらめっちゃ怖がりながら切ってるでしょ、キューピン、キューピンとかね、めっちゃ怖いんだよね。ライカさん2アンス打ちから始まってもうタイヤオハイばっかり、めっちゃね派手なんです、手牌が見てっていう顔してるんで、もう怖くてしょうがないもん。いやーね、ライカさんハイパーいまいちでしたから、そう、こういう風に大胆に出た方がいいですか。いやいい手だよ、あのね、うん、この打ち方されると、トイトイチュンカンでなんか1万2000みたいな感じに見えるのよ、うんうん、めっちゃ怖いよこの皮。佐藤さんはいつのイシャンテン、うん、おっまとまってきました、イシャンテン、いいとこ引いたね、はい、めっちゃ広いよこれ、これほあトイトイに今9枚1枚出たところ変えました、トイトイ、ん、シャンポンに変えた、シャンポンですね、失礼しました。1と9が1、ん、9が1枚か、9が1枚出てます。危ない、ここ危ない、これねパーピン打っちゃうと入り方によっては E1、Q1 出ちゃうんだよ。そうですね、おお、3ピン1通固定にしてるんで、これだと出ないの、うん、これだとマンズは出ない。そう、さっきのだと危なかったよ、あこれテンパイじゃん、ダウンパッソのテンパイ、フリテン、フリテンだ、これロンって言っちゃうかな、これあ、積もりました、あすごい、その前にライカさんのつまがり、めっちゃ風跳ねしてるけど、チュンチャンタカン2000オールしてますけど、めっちゃテンパりしてるけど、はい、2000オールです、2000オール、ヨガヨなら、いやでもね、カンの分が入ってるから一緒だね、あのそっかそっか、はい、めっちゃテンパりしてるけど、テンパレパレ、そうですね、50分ですね、はい、高原と小葉美さん楽しそうだなって、楽しいです、楽しくしょうがないんだよこの仕事。さあ長澤さん、うん、ライカさん2000オールです、うん、チュン、カン、チャンタという手でした、はい、みんな若いな、おや、レンチャンはありません、ね、8局麻雀ですので、あなたも若いよなんか打ち方見てるとなんか若いんだけどなんかしっかりしててなんか、うんうん、私こんな放送対局じゃ打てないもん、あ結構ね、うん、そう、細対局はね自分の力の半分も出せないよみんな、うん、本当にそう、プロでも最初の頃10回出るぐらいまではみんな何かしらやらかす、うん、ああやらかしてチンポーン、おプロレス 100% 継続イエス、ユミタさん親番です、早速チューンをポンしました、ユミタさん今 100% だから、はい、小馬号より泣くから確かに、いやこれなんでしょう、こういろんな、うん、知識が、うん、いろんな知識がこう入る前ですと、うん、それぞれの性格がダイレクトに出てきますよね、めっちゃ出る、考え方がめっちゃ出る、はい、さあドラは9ピン8局麻雀ですので、うん、残りこれを入れて4局ということになります、うん、チュンをポンしている弓田さん、あとだからシステムで、はい、何位勝ち上がりっていうのがあるでしょう、そうなんです、上位2人が勝って下位2人はB に回ると、はい、まあ、ここで敗退というわけではないんですね、はい、もう一戦戦ってそちらでまたトップか2着に入れれば決勝戦、1回で決めたいよな、やっぱり2位狙いたいんで、ここは負けてる人応援しようかな、うん、お二人とも、決勝進出までには2万点ほど必要な状況です、遠いな、ちょっとね離されちゃいましたね、うん、4局しかないから連チャンがないんでね、普通と違うんだよねここが、だから弓田さんはドラのキューピンを使える手ではないので、うん、あの点数アップするにはチュン4枚目のチュンを持ってきてカンって言うしかないな、あ、なるほど、うん、そうするとカンドラといろいろ、ここがライカさんがここで手が止まりました、キューピンを切ろうと思ったけどドラがキューピンだから、うん、こう形を苦しいとこも嫌っちゃおうと、あ、そっか、三蔵が2枚出てるからだ、2枚切れ、はい、で、イーソーリャンゾーって行くんだ、魔王ちゃんと見れてるね、ふーん、で、チュンポンだから白絞っちゃったりなんかして、うんうん、へー、バランスいいですね、ね、めっちゃバランスいいね、この白はね、止めてることになってるから、宮本さんに重なりました、
へえ、やるね。リソリャンゾと連続で切っていきます、うん、いやすげえ打ち慣れてるように見えるけどね、うん、この子あの時点で2枚外す構想だったっていうことですよね。そう、リソリャンゾ切れる子がいるんだな。私初心者の頃はその2枚一緒に扱う感覚がやっぱなかったので、はい、そうなんですよ。どっか1枚選ばなきゃっていう感覚で打ってましたけど、はい、ね、あのペンちゃん洗いができるなんてすごいね、うん、いや大したもんだね。週に1回家族と打ってます。へえ、めっちゃ本当すごいよ。うちに来てくんねえかな。マージャン歴は1年。ね、スカウトしたから。今からスカウトしたのです、ね、高校卒業したらすぐ、ねね、いや本当ね、別に RMU がいいとかじゃなくてね、なんかプロになってほしい。あのどこの団体でもいいから、大したもんだよ。ポンか白出たぞ、ポン。はい、宮本さんが白をポンです。リャンピーン、違う、イーシャンテンだね。宮本さんはもうね、逃げていい。そうだね、逃げて逃げての人だね、もう、うん。さあ、親番ユミタさん、ウッパンピン待ちテンポ、おー、すごい積もりました。これはチュンの実だと500オールです。一緒じゃねえかって普段と一緒じゃねえかって、もう一周回って分かんなくなっちゃった、うん、この点数計算ね、はい、はい、おいさん、親のチュンの実は500オールですよって今ミスタちゃんに教わってもらった。あ、確かに500オールだ、一周回って。さあ、ここで上がりをものにしましたユミタさんです。何二曲の佐藤さんの親場に移ります、はい、ドラ E1。 そっか、頑張れ。お、手がいいぞ、手がいいぞ、いいですか、いいぞ、お、いいですね。ドラなんだ、ドラ E1 です。持ってないドラ、ドラがこういう時欲しいんだよな。ただリーチして、お、んリョンション店長、はい、うん、いいぞ。ここがぼちぼち、ぼちぼちだね。そうですね、うん、ここが一面ドラが1枚。あ、そういうことか、ドラが邪魔なんだ、144の。なるほどね。うわ、ユミタさん苦しいね、ちょっと苦しいね。はい、うん、これ通常のルールよりも先手必勝というか、はい、先にリードした方がすごく強いルールなんで、うんうん、逆転が難しくなってくるんだよね。まあ連チャンできないですからね。そう、親番が、お、ドラ重なりましたね、うん、なんと。じゃあ何切ればいいの、役がないから6、7、8とか初に、はい、うん、今悩んでる。でも初金のが一番いいに決まってるんで、はい。まあ、ライカさんは形には強そうですかね、はい、強そうだね、ちょっと驚きだね、うん、大したもんだね、うん、佐藤さん、イーシャンテン勘したいですね。 E ピンはまだあるのかな。なるほど、ありますね、1枚勘してリーチしたい、うん、うん、その通り。チュン出たぞ、うん、ポンか、宮本さんポンしません、泣かないと、うん、広岡さん泣きますか、チュン泣きます。よそ見したかも今。あ、はい、あ、さあ、しかしこれで泣かなかった、来たぞ、イーシャンテン、うん、嘘かローピンを切ればイーシャンテンですが、うん、イオントイツの状態。お、中小つもぎり、なんと、うん、なんと、うん、もう縦でしか使わないトイツで、それかもう全部マンズにしたいのかもしれない。あ、宮本さん、うん、なかなかのドリーマーですよ、うん、左4枚全部切ったら。そうですね、うん、あ、これどうしたらいいんだろう、9万はいらないか、うん、若干上を集めたいような気もしますか。そう、うん、でも効率では9万でいいんじゃないかな、うんうん、あ、6、7、8だよ、うん、ほら、うん、いい感じになってます。どっちのチーピン切ります、どっちのチーピン。もう、お、何来た、リャンゾ、なるほど、どうせ6ブロックだから、うん、なるほど、5ブロックにしようっていう。さて、カンリャンピンのターツができました。これちょっと難しいな、仕上げるの、うん、6、7、8が、うん、そうなんですよね、あのパワー聞いたくないんですよ、逆転のために、うん、よくわかってるよ、ユミタさん、逆転するには6、7、8にしたいんで。あー、マンズ来たけど、どうすんのここも、
どうしましょうか。ちょっと分かん難しいね。おまんずに一気に舵を切るか、うん、いやからそうしたいんだよ、うん、きっと、うんうんうん、まあ、小そぎりのあたりからそれはうっすら見えましたね、はい、見えました。さて弓田さん、やはり、うん、ハネマンバイマンクラス、これは意地悪だな。なんだろう、3万か9ピンか、うん、難しいね、うん、親番は佐藤さんです。まだ手進みません。うん、さてどう、そろそろ動くか。お、うん、これでダンヤオっぽくなったのかい。そうですね。何切れの？パワーあたりですか。まあ、パワー、うん、頭がないからね、うん、パワー切るか9ピン切るか。さあ、テンパイ、これテンパイですね。急走が何、川に出てるぞ。でも1個、これで6急走、はい、リーチですね、はい、ローソー1枚、急走1枚です。山に2枚、はい、ただリーチで親なんでね、積もって裏取り乗れば3000オールぐらいの、そうですね、はい、パワフルな手ですよ。親番の佐藤さんのリーチとなりました。3000オール積もると、ん、3000オール、2000オール2000オールか、ごめんなさい、3000オールってなんで2000オール積もると、すいません、点差の話で、はい、全員と8000点縮まるので、ちょっと待ってね。まあ最後マンガン積もあるいは羽マンぐらいで変わるかなと。はい、これが積もって裏乗れば逆転も見えてくるということですね。さあどうします。ドラさんなんですよ、ライカさん。そうですね、簡単には降りたくない。中筋ローワンですね、うん、宮本さんがじゃないか。ただ比較的マンズのは通りやすいだろうっていう感じなのかな、はい、うんうん、はい、3ピンぐらい引いたら追っかけちゃうかもしれないね、ライカさん。チャンスですよね、うん、ドラさんなんでね、はい、まあ、2人勝ち上がりなので、うん、ここで攻めに出るという選択もあるかと思います、はい、うん、結構プリッと、うん、全然いいんじゃない、イソワンチャンス、うん、早いし、サンドは早いからね、通りそうではあるので、うん、積も、積もりました、リーチ積も、裏乗るか、今のとこ親です、今のとこ親です裏は乗らず、残念、千オール、千オール、はい、佐藤さん、リーチして積も上がりました、千オールです。ちょっとね、親で2人がね、親で1回ずつ上がったんだけど安いのよ、うん、この表情、千オール、さあ、あと2曲でいけるかなと。そう、自分も分かってるんで乗らないかっていうね、うーん、リーチに仕上げてるんで、でもまだ裏取り乗ってほしかったけどね、はい、さあ南3曲のスタートです。宮本さんの親番ドラチーピン、うん、ドラチーピンどうだ、来るか、さあどうでしょう、手配見ていきましょう。さあここからはライバルが親なんで、親かぶりさせるにはちょうどいいぞ。確かに、うん、E1 から切り出して、さあライカさんのところには初いい手だね。だけど、うん、どうなんだろう、ライカさんが今トップ目なんだよね。そうですね、もう一上がりしておくともう勝利確定、うん、だけど初泣くかな。おい、スルーしたよ、泣きませんでした、やばい、もしかしたら守備力が落ちるからとか言って本格的なことを知ってるんだったら、これはレベルが一つ違うぞ。この初をスルーしてる人はこれやばいレベルの人かもしれないぞ、もしかしたら。だって泣くでしょこれ。泣きたいですね、うん、これはちょっともしかしたら一個レベルの違う人が来ちゃったのかもしれない、うんうん、先々の状況をしっかり想定してるような、そう、プロ的に言うと、はい、あれでせっかくリードしてて初泣いて1枚目から泣いちゃって、この守備力がね中チャパに溢れちゃうのがかなり危ないっていう考える人は結構いるんで、うんうん、それでも泣く人泣かない人結構分かれるんだけどね、プロの中で、うん、あれを泣かないと確実に勝つでしょうね、うん、あれを泣くと圧勝する人って感じする、うんうん、さあ親番が
はい、宮本さん、まだメンツはないんですね。おっと、チートイか、イーシャンテン。本当だ、ゴトイツだ。これ難しいね。チートイツ、もし初心者だとチートイツに気づかないんで、あ、決めた、握れのレアンゾー、うん、これはいや、もしかしたら相当打てるよあのね、チートイツ気づかないんですよ、初心者は、はい、だからあそこで3ゾー打つんですよ、全員。そうですよね、全員。僕も2、3、4はもう、はい、数千人教えてきたんで、で2枚切れのレアンゾーでメンツをぶっ壊す、これトイトイに行くのかな、泣いた。これはね、うん、強いですね、3ゾーポンです、ライカさん。そうでしたね、うん、これでスースを切って安全牌も持ちながら、うん、これはトイトイと初バックとクイタンもあるので、うん、安全牌持ちながらタンヤオに行くかもしれないね。はい、面白いね、想像力が面白い。うん、他の人が遅すぎるんだよね。そうですね、佐藤さんも統一ででしょうか。うん、宮本さんは親番、まだメンツがない、うん、ドラが1枚、一つ仕掛けたライカさん。この手がね、どうなるかだよね、うん、もう一個なくと今度は守備力が下がるんで、うん、そこへその負けてる二人がリーチってくると困っちゃうことになるかもしれないけど、うん、いやー、インダさんの手ね、これね、安いのよ、トンドラ1ぐらいしかないのよ、泣いちゃうと。うん、だからせ辛いのよ。お、ポンじゃない、ウーアン。はい、ウーアンポンです、ライカさん。これトイトイしちゃう、トイトイしたよ、ね、うん、トイトイダッシュ流行ってんな、女子高生の間でも流行ってんな、トイトイダッシュ、トイトイダッシュ、うん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 、パワーワンはこれ出ちゃうね、7、8、8、9だから出ちゃう。パワーワンはライカさんがまたポンできる牌ですが、これポンだね、うん、ライカさんしっかりダッシュ、しっかり仕掛けていきました。トイトイダッシュ、これでいざという時の発を確保しつつのテンパイ。あ、違う、浮いてる、違う、浮いてる、ひなのさん、チーワン浮いてる、むむ、うん、チーワンと初のシャンポン、ライカさんです。これアシスト、アシストだよ、アシスト、いいシャンテンです、佐藤さん。チーワンアシスト、チーワン、そうですね、今パワーも泣かれてしまいましたし、使いづらい牌にはなりました。ウーマンもポンだよ、だって、そうです、ね、あ、初だ、これロンだよ、高めだ、これ4000、初トイトイの4000点です。これやられちゃった、アシストされちゃったんじゃない、これ、ワンツーコンビでやるね。いや、宮本さんもね、4000点だったら打っても痛くないですからね。全然打った方が、打った方がいいよ、うん、うん、親も流せたし、これ点差だと破裂もなっちゃったのかな、うん、さあここから何、4局になります、うん、4000点移動しましたね。宮本さんが295、狙われる立場の宮本さんが295です、佐藤さんはそこまで12000点差、ユミタさんはそこまで15000点差ということになりまして、やはりハネマンクラス、マンガン直撃、ハネマンツモだね、はい、必要だね、2人は、はい、その手をちょっとどうなんだろう、ちゃんと狙えるかな、うん、はい、同得点の場合は順位は上茶優先となります。15000点の人いたね、15000点の人はユミタさんですね。なのでハネマンツモだと弓田さん勝てるんで、はい、うん、席順がいいんで、はい、佐藤さんもハネマン出上がりで勝てます。ん、ハネマンツモだね、出上がりで勝てんの。佐藤さんは12000点差です。お、ほんとだ、はい、じゃあめっちゃいいじゃん、これハネマンできるか、ドラマウーピンって言ったら、あ、弓田さんはハネマンツモ、佐藤さんはハネマン出上がりです。まずここが、うーん、ないドラがない、うん、ドラウーピンなんですね。ここは順ちゃんを狙えるか、ウーワンとか切れ、お、切った、おお、迷わず切ったよ、佐藤さん狙いは定まった、佐藤さんいいね、宮本さん逃げ切るには形は悪くないですが、さすが好きなプロイというか男伊藤優子、死神の優、死神の優だから死神の優、うん、逆転しちゃうからさあ形はいいですね。弓田さんはハネマン積もれば勝ち上がり、うん、佐藤さんはとにかくハネマン上がれば勝ち上がり、純ちゃんイペイコーとか、いや、わかんない、純金フイペイコー、あのね、 E1 が2枚来るって約束されてるならチーピンとか急走なんだけど、今1枚出ちゃってるんで、あー、そうですか、じゃあちょっとほぐしてくる、3枚、おお、素晴らしい、これがね、あのね、ハネマンつくには一番いい、そうですね、今2枚はちょっと厳しいですよね。そう、いや、めっちゃいい今の選択、なかなかできないよ、いいな、うん、
そうですね、羽間の種として球層のあたりも残して、うん、佐藤さんやるな、みんなやるな、今しっかりとルール表、うん、点数表、ルールシステム佐藤さん確認してるとこですね、ちゃんと確認してるんで、これすごいよ。あのね、麻雀プロでも入って5年以内のプロってみんなことごとく条件戦でミスる。球層残してなかった。これで純ちゃんならこっちだよ。ビーズも純ちゃん三色。メンピンズも純ちゃんでいい。あ、そうですね。そうだ、チーソー引いた後に。キューピンちゃんとでいいんですね。そう、チーソー引いた後に E1 引けばリーチピンフツも純ちゃんなんで。クリア。きっちりクリア。で一発でもクリアだよ。メンピン一発純ちゃん。そうですね。欲しいのは、まあ、チーソー引いてから E1 が一番理想ですね。理想、理想。E1 引いてからでもまあしょうがないんでリーチして、うん、ただチーソーが苦しいんか、あんこだここ。ああそうか、うん、あと1枚はいるんですね。打たれた、1枚打たれた、チートっぽくされた。ここがもう、あ、ダブトン八極麻雀ですので、ライカさんも上がって終わらせるってことができるわけですね。そっか、ライカさん自分で決めちゃえばいいのか。はい、トンがね山にいるんだよ、誰も止まんないんだよねトン。いますね。あ、来た、できた、来たぞ。 E1 三枚山だ。これ、あ、キューピンに対して、三色にこだわる？待て、ま、いいんだぞ。ああ、まあでもね、これをしちゃう気持ちは、パーピン三枚切れか。ああ、三色にこだわってキューピン打ち、さあどうなる？これがねえ、悪く出なきゃいいけど。そうですね。お、天敗だ。リーチか。決めるか。いや、決めに行きそう。さっきトイトイで決めに行ったんで、うん、自分で決めに行くタイプっぽいんだよね、ライカさん。王者リーチ出ますか。お、うん、王様リーチ来そうなんだよね。ほら、来ましたリーチ。チーソー待ち。いや、この子強いタイプだね。一瞬の隙を逃しません。降りても優勝っぽいけど、決めに行った。スーソー2枚、チーソー0枚。ユミタさんがハネマンぐらいの手が欲しいので、あ、いいね、うん、そうするとローピンウーピンってドライを使えれば、うんうん、あ、3色だ。でもね、これ3枚切れてるんだよな、うん、3色のみの天敗です。そうなんだよね、欲しかったな、皆さん、気づかなかったかな、純ちゃんっていう役に。いや、途中までね、パーフェクトでしたね。そう、ドラ、ドラ切った人いるよ。ニコルですね。ニコル、ニコル、宮本さんですね。うん、ニコルドラ切った今一発で。うん、お、天敗。ちょっと1万2000打ったら負けちゃうんだけど、宮本さん。ありゃ、うん、ユミタさんがドラ引いて太陽ドラ1の天敗ですね。闇天にしてます。マンツも足りないのか。そうだね、足りないわ。うん、ね、ウーピンを引いてリーチしてウーピン引けば勝ち。なるほど。リーチ太陽ツモドラさん。うん。佐藤さん手が止まった、テンパってるんです。3枚切れのカンパーピン、うん、今しっかりルールを確認してるところですね。2、そうなんですよ。どうすればいいんだろう。 3位のままで何かあれだったかなと、うまい得点が、上位2名決勝進出、はい、下位2名はもう1戦、はい、予選 B 択に回ります。なのでリーチはしできないんだよね。ただこれは最終局ということになってます。八極麻雀です、はい、さあテンパっているユミタさんです。変化が欲しいですね。そう、ユミタさんが今実は、はい、ここがね、ドーピンがこれ出ちゃったらどうするんだろう。出ちゃった、あ、上がらず、見逃さな、うん、見逃してるね、やっぱり。これやっぱり待ってんだ、優勝するための待ちを、うんうん、見逃してるもん。ほら、ユミタさん、ドラツモやあるいはイペコに代わっての裏期待。そう、佐藤さんが、ちなみに佐藤さんがリーチしてると一数万で、はい、そうするとね、あの長澤さんが E1 掴んじゃってるんで、はいはいはい、あそこからの発生負けなんで、うーん、リーピン純ちゃん、そうですね、そう、まあ裏裏じゃないとダメだったそんな感じなんですよ。おおおおお、降りれるか。チーソーがまだ、チーソーがないんだけど、リーチ時でスーソー2枚でしたね。そのままだね。はい、変わってないようです、はい、これは意地悪だな。もう降りるかな、うん、ロッピン全部打たれちゃって3、うん、うん、ちょっと難しいね、うん、
リースマン待ちのリーチになっていてもつも条件でしたよね、うん、ちゃんと見逃すとこがすごいよね。あれ思い出に上がっちゃういっぱいいるから、うん、出たら上がっちゃうでしょ、ね、初心者なんだからさ。はい、弓田さん、うん、よく条件戦の話でよく見逃せるよね。いや、うん、大したもんだ、はい、本当にこの人たちは改めてねプロフィール何回も見るんですけど、うん、すごいね、うん、この麻雀歴でこんな打てるってすごいよ。さて手が止まっている弓田さんです。トンがしょんぱいなんだよ、ほら降りたよ、ね、うん、ここでしっかり降りて、彩香さん頭飛んだから、うん、打たないように降りたよ。もうしっかり打って次の対戦にかけようと宮本さん先輩リーチだ、リャンは短期のリ、え3枚切れだぞ、え嘘でしょ、うっかり出ちゃった、うっかり出ちゃった、はい、うん、これは順からだ、そろそろ気づくんじゃない、そうですね、そろそろ表情出たら面白い、はい、うん、3枚切れ面白い、うん、さあ2人リーチになりました。その瞬間に気づくミサちゃんがすげえ面白いまさかと思いました、うん、面白い。さあこれが最終局ですねなんでリアピンしなかったんだろう、せめて面白いな、うんー、裾2枚ただ決まっ勝ちは決まったかな、これでちょっと佐藤さん、うん、マンツーも OK になりました。リーボー2本そうなんだよ、でもちゃんと3色イーシャンテンなんで、そうですね、ラスパーピンが、ええ、あの佐藤さんのとこ行くと佐藤さん勝ちなんだけど、はい、順目がね一貫戦なくて、ペーが振り点 で、ね、うん、白が山に1枚しかないんで、うん、1枚切れの1枚残りの白とパーピンを持ってきて、さらに1枚残りの、うん、白かパーピンを引くっていう高難易度、ここで決めればいい。弓田さんチートいいしてどうだ、これが難しい。佐藤さんで勝ちあったんだけど再復活のね可能性ありました、リボ2本なんで、はい、はい、パーピン、そうこれね白ペ掴んでればあれでね一発逆転なんですよ、羽直でですよね、リーチ一発ちゃんと三色は、いやまさかのまさかもありましたが、そうあったんですよ、これが、あまだですね、あと3枚ここで残り1巡となります、はい、そうですね、裾いるかな、いたよ、おお積もったよ、最後も積もって決めました、リーチ積もリーチ積も、リーチ積も、はい1000オールの上がりです、はい、最終局ライカさんが上がってめっちゃ勝ちで決めたね、本当ですねA 卓からの勝ち上がりは長澤ライカさん、そして宮本ひなのさんのお二人となりました、おめでとうございます。さあそして佐藤さん弓田さんの麻雀もこの後もう一戦はねまず見られると思うので非常に楽しみですね、うん、さあ戦い終わった選手たちの様子が映っております。では早速ですね、選手の皆さんをお呼びしてこの後 A 卓のご感想を簡単に伺っていきたいと思います、はい、少々お待ちください